今月8日、安倍元総理が奈良市で遊説中に銃撃されて死亡し、山上徹也容疑者が逮捕されています。親族によりますと、山上容疑者の母親は、亡くなった夫の霊を慰めないといけないなどとして、旧統一教会に多額の献金を繰り返し、家族とトラブルになっていて、事件後、奈良地検の聞き取りに対し、母親は、事件で旧統一教会が批判され、迷惑をかけ申し訳ないと話しているということです。捜査関係者によりますと、山上容疑者は、母親の入信で家庭がめちゃくちゃになったとも話しているということで、警察は犯行の動機について調べを進めています。